とっちゃんとキャナコのおそらごす。とっちゃんとキャナコのおそらごす。今回はフェスでも大人気のナバホのティピとヘキサブリッジを建ててみようと思います、うん、なんかフジロックとかでも使われてるんですよね。そう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 、もうフェスとか朝霧ジャムとかも全部それで大人気の超可愛いテント。そう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 、建てていこう。これもうほんと一人で建てられる簡単なテントだから、うん、キャラクター300の方で私が400の方を建てていきます。建てていきます。で、300の方にはグランドシートほいほいほいが、まあ、400もあるよ。売ってるけど今は300下に引いてやっていきます。レッツゴー。ティピーは付属のペグとハンマーも入ってて紐も全部入ってるからとりあえずこれで大丈夫なんだけど、早く打っちゃいたいので最強ハンマー、マジでこれみんな買った方がいい。全然違うよね。違う、私たち撮影の時結構こっち使ってますよね。こっち使っちゃう。これ重たいんで結構女の人でも一回打っていくとどん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 入っていくので、うん、でこっちでペグ抜けるようにもなってます。これでやります。やりましょう。ナバホにはタープもあります。これがタープです。これがインナーじゃん。インナー。これがアウターじゃん。はい。でこれがポールの少なさすごい。これだけ、まあ、ワンポールテントだからね。ガシャンガシャンガシャン。これだけです。すごい。これは広げるわけですよ。これで入り口がロゴがあるところここになるから、正面をあっちにしようか。はい。これで広げるだけで、で、あとはペグを打っていくんですよね。斜め45度。ほら、どんどん入っていく。この素晴らしい。で、こう打ったらその対角線の方をこう止めるといいです。こんな感じで打ってきます。で、さっき あの紹介したグランドシートはこの時のこの下に引きます。はい、じゃあこのポールをね、はい、中に挿していきますね。で、これ一人でやるとき300だから大丈夫だけど、400の場合は先にフライをかぶせといた方が、あんな感じで大きいとかぶせにくいから、300は先でも大丈夫。うん、300は先でも大丈夫。そんでこのフックがついているところを上に、天井に来るように、天井の部分がこの、そう、メッシュのところにちょっとカバーがついてるんだよね。 そこ、ここ、これです。そうですね、そこですね。これに刺します。はい。そう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 。で、下のところがこんな感じになってるので、ここにね、そうそう、ぶっ刺す感じです。ぶっ刺す感じです。すると、まあ不思議、立っちゃいました。もうできました。立っちゃいました。そこの水色のところ、縦に入ってるところがチャックなのよ、裏だから、そこが出入り口になるところ。はい、入り口を合わせてください。こんな感じで。そうだね、合わせて、あとはこの上のフライシートさん、はい、をまた各自止めていきます。で、これティピーは2箇所ベンチレーションがついてるので、中の空気がちゃんと循環するようになってます。ここをちゃんと開けてね、みんな。これするとここの中がメッシュなのよ。可愛くない？ナバホ柄。ナバホ柄大好きねえ、すごい人気だよね。ではオープンしてください。じゃん、じゃん。基本的にテントはチャックを閉めてからペグを打った方がいいから、そうそうそう。そうするとチャック開いたまんまペグ打っちゃうとチャックが閉まらなくなっちゃう。なんですかそれ。インナーマットが付いております。はい、はい、
これグランドシートとテントとインナーマットセットになっているのもあるから、うん、それ買った方が絶対いいよね。絶対いい。クッション性が入ってて、うん、こっちが上、うん、こっちの黒い方が下、うん、引いてきます。はい、こんな感じでここが空いてるのでくるっと、じゃーん、すごいふかふか、できた。なんか普通のマットみたい。寝床です。本当にマット、綺麗に引けました。じゃじゃん、寝た。何キャナコ、何キャナコ、300キャナコで行くと、はい、ここに1、2キャナコ、はい、2キャナコで、このポールどけて、はい、1、2キャナコ、つまり4キャナです。すごい、300はこんな感じ。はい、400やっぱりでかい、なんかすごい違う。じゃあ400どっちゃん、何どっちゃんか行きます。はい、1どっちゃん、2どっちゃん、3どっちゃん、行っちゃいましたからの4、5、6どっちゃん。しかもここ縦でも確かに荷物置いたりもできるし、確かに確かに、ワンちゃんもう一人行けるんだ、行ける。おー、6ドッチャン、6ドッチャンでした。このサイズの違いさ、どうですか、この大きさの違い、ほら、あ、私こちらが400、はい、6ドッチャン、こっち300、4キャナすごいね、かわいいね、なかなかこう2個やられてる。ハープを連結させていきます。あるあるある。こんな感じになってるので、じゃあこんな感じで斜めにつけようか。はい、このポールがついてるので、この穴のところに通します。はい、おー、いいね。で、こっちをこのセグラウンしていく。なんかいいですね、めっちゃ可愛い。タップティピーテントの外を出るとここにテーブルとか置いて、真ん中にポールがないからみんなでここでご飯食べて寝るときこっちみたいな。めっちゃいい。で、こっちの隣の家族も一緒にここで。そうだね。それでは暗くなってきたので、はい、夏のお楽しみ花火やります。イエーイ。これね、ファイヤーライター、防水だからこれ水にも浮かぶんだよ。うん、ということで、バケツの中に水張ってそれを浮かべよう。これエアライトシャワー、ここのところが蛇口になってて、サーフィン行くとめっちゃいい。今はちょっと雨の疑似体験というか、これ本当に切れ消えないか実験。雨降るよ、火が下に逃げた。で、雨降りません。すごい、消えへん、消えない。本当に消したいときは、はい、水の奥底にジュッてやったら消えます。そう、でもそれ拾って、そうやって水払うじゃん。また火つけて、はい、またついた。着火剤ってね、賢い、なかなかこんなコンパクトで賢い。あ、はい、消えますよ。おー、すごい、花火しよう。花火、あ、いけた。やばやば、夏どうですか。楽しいよ。見て、だってバケツの中よ、すごいよ。バケツはすごい、全然燃え移ってないし、贅沢に小町。あ、めっちゃいい。後ろナバホ可愛いっしょ、うん、インスタ映え
えですか先輩。映えですね。映えですか。映えてますよ。映えてますか。はい。イエーイ。あまり振り回さないのよ、きゃなこちゃん。危ないでしょ。イエーイ。イエーイ。アラビーだよー。じゃあ、これ待って、どこ持つ。一番じゃあここ。うわ、一番持って勝負。やべやべ、着火出遅れた。待って、着火出遅れたら。あ、着火出遅れた。風やばい。あ、来た来た。見て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 。よっしゃ。よっしゃ。出遅れた5秒分くらい。1、2。いいよ、カウントして。3、4、5。イエーイ。あ、ファイヤーライター、すごい。すごいね。1個で13から17分ぐらい燃え続けます。本当にしけった薪も使える。いや、煙なし、匂いなしは、ほんまにそう。花火しましょう。イエーイ。バイバーイ。バイバーイ。花火も。花火やばかったです、ね、ファイヤーライターで。ティピーの後ろが可愛い状況で、うん、花火なんてしてみ、うん、盛り上がるやばいですよね。しかも先輩がちょっと暗いからって言って、ここにつけてくれたんですけど。マグネットでパワーストックランタンくっついてるの。見えるかな。ここ、ここ、ここ。これマグネット。見えてる。これが別売りのパワーストックランタンにつけられるマグネットなんだけど、うん、めちゃくちゃ優秀。こうだってどこにでもつけれますもんね。そうそうそう、すごいよ、天才。すごい、ほら見て、これ別売り。マジ剥がすの大変なぐらい強力なんだよ。ピピーで可愛い可愛いキャンプしましょう。女子キャンと言わずにみんなでやろう。みんなでやりましょう。バイバイ。女優ライト。今回のスタッフさんは千の根エリカさん。何店ですか。この方、札幌店です。この方は主婦さんなので、うん、週に3、4日働いてるそうです。働くきっかけが、うん、子供たちが大きくなって家族でキャンプに行くことがきっかけでロゴスに興味を持ったから。めちゃめちゃいいエピソード。休日の過ごし方は海とか山行って家族でキャンプしたり遊んだりしてる。最高。すごいな、いいな。仕事とプライベート両方とも楽しいんですよね、うん、おすすめのアイテムはピラミッド焚き火です。うん、これ組み立て片付けが簡単で持ち運びやすい。薄いもん。親切で丁寧なスタッフばかりです。新人スタッフにも優しくしてくれます。気軽にアウトドアを楽しみましょう。イエーイ。楽しみましょう。楽しみましょう。みんな一緒にあのアウトドア楽しみたい方、はい、概要欄のところからスタッフ募集してるので全国にありて、ぜひ見てみてください。はい、お待ちしてます。していきましょう。していきます。頑張ります。バイバーイ。